はい、こんにちは、トイハッピーです。年末のゴーストの商品ラッシュ3点目は GC07 番仮面ライダーゴースト闘魂ブースト魂です。闘魂ブーストゴーストアイコンによって変身のブースト魂。パッケージを見るとこのスーツで五右衛門龍馬まとってますね。はい、そしてこちらがインナーです。今回はフィギュア1体とゴースト1体、武器が2点です。こちらを中見ていきましょう。もう黒ベースだったゴーストスペクターに比べて真っ赤、しかもメタリック風なカラーリングなのでガラッと印象が変わってます。まあ、頭部は同じですね、ペプシマンみたいな。シルバーが入った赤、テッカテカです。で、ところどころ黒とシルバーのペイント。可動領域は今までのゴースト&スペクターと同じです。黒いのに見慣れてたのでね、この赤いのはちょっと目新しいです。はい、続いてはゴースト、名称は闘魂ブーストゴーストと書いてあります。まあ単なるゴーストかなと思いつつも、今回ねやっぱり売りというか目玉なのがフードの開閉、やっと来たかっていうのが正直あります。今までのやつはもう完全固定だったので、このフードが開くってだけではかなり嬉しいです。そしてこちらがお顔、フード展開したことによってより一層劇中に近づくと同時に飾り方の選択肢も一つ増えますね。もちろん遊び方も増えます。まあ、そして腕パーツなんかはこれ俺魂と共通なんではないでしょうか。はい、そしてこちらの2点をちょっと比べてみましょう。まあ、基本的なデザインとか造形は一緒なんだけれども、まあ、細かな炎部分のエフェクトであるとかそういった部分は違いますよね。で、まあ、見た感じ腕は袖部分ですね、一緒かなとそう思います。まあ、フード部分は一回り稼働する分ちょっと大きくなってますね。いや、このやっぱりね開閉っていうのがめちゃくちゃ嬉しいです。変身した後フードを取ってる姿とかも結構あるので、これが再現できないのはちょっともどかしかったです。武器は2点、サングラスラッシャーのブラスターモードとソードモード、軟質パーツです。はい、それではゴーストチェンジしていきましょう。フェイスパーツを上げて腕を肩にぐるっと回して止めます。やはりね大部分が赤なのでガラッとイメージが変わります。そしてこのフード展開も非常に嬉しい。まあ、ただね真上から見てしまうとゴーストの時の顔が頭にあります。後頭部もちょっと断面が見えちゃってるかなって気はしますけども、まあ全然 OK です。ちょっとフード浮かしとけばいいかなって程度。はい、でこちらがフードだけ外してみたイメージです。意外とこれはこれでありかもしれません。はい、でブラスターモード装備です。そして俺ゴーストと闘魂ブーストゴーストの取り替えっこ、違和感はあんまりないです。むしろ俺魂のボディに装着した方がかっこいいのかなともちょっと思えてきます。はい、こちらが誠兄ちゃんです。まあ、ちょっと青系が入っているのでね、ちょっとミスマッチかなって気はします。まあ、背中から見てみるとあんまり変化はないんですけども、まあ、腕回りとかあと足回りで青いのでスペクターかなっていう程度です。正面から見ると顔は完全固定です。はい、以上 GC07 番の仮面ライダーゴースト闘魂ブースト魂でした。映画で一足早く、まあ、名前は違うんですけども出てきましたので、動いてる姿見て、あ、なかなかかっこいいっていうのは正直な感想でした。今後どうなるかとかね、ちょっとストーリーもいろいろ楽しみです。でもこれはタケル専用なんですかね。スペクターがこのアイコン使ったらどうなるのかとかちょっと気になっちゃいます。はい、以上トイハッピーでした。ご視聴ありがとうございます。